はい、え、ん？うん。なんだ？急に？ちょっと。もう。どうしたの？え？ちょっと待っててね、天使ね。はい、お疲れ様でございます。ホコジョンです。アクトリーズ・ア・ルネサンス、続きをやっていきたいと思います。動揺してます。何に、ちょっと挨拶は終わりましたね。どうした天使、ところでどうした？ホコジョン様、最後の魔物を倒すと、魔王サタンの島が、北東の海に浮上しました。ああ、そうなの？サタンの島なの？サタンは地の底で神との戦いの時を待っているのでしょう。え？ああ、ん？さあ、向かいましょう、小嬢様。サタンの待つ死の土地、デスヘイムへ。情報が追いつかないな。え、ん？ああ、待って、考えてじゃない。ちょっと、落ち着いて。挨拶は済んでいる。天使は笑顔で笑ってる。サタンのいる島が突然北東か北西に現れたんで、早速勝ち合いに行きましょうってこと？デスヘイムへ？そうですか、わかりました。デスヘイムへ行くんですね。あれ、いよいよサタン戦うんだ。え、ちょっと待って、心の準備、ま、でもいいか、もう人生と一緒か。行き当たりばったりだ。さあ、最後の戦いの時です。君は変わらず笑顔だね。あ、僕を信じきってくれてるのかな。うん。ポジティブに行こう。この戦いに勝つことができたら、魔物はこの世界から完全に姿を消すことでしょう。あ、さようですか。お嬢様、準備はいいですか？どうかお気をつけてって言ってますね。はい、わかりました。最後の戦いの時です。デスヘイムへ突入しますか？あ、ちょっと待ってください。すいません。心の準備しないとね。あ、心の準備がてら、前回はですね、すいません、前回の話をしてなかった。ここですね、ノースウォールを無事平和にできましたね。タヤちゃんとね、友達になりました。うん。そういった矢先ですね。デスヘイムが現れました。行くか、じゃあ。サタンとね、死を消する時が来たみたいです。はい。さて、一旦セーブしてきました。じゃあもういよいよ行きましょう。ね。あんまりね、待たせちゃうとね、皆さん動画の視聴をやめちゃうので、行きましょうよ。それでも見てくれる人たちのために僕はやります。戦います。行きましょう。準備はいいですか？わかりました。もう心のね、覚悟を完了しております。デスヘイムへ突入いたしましょう。はい。いやー。行きましょうよ。あー、なんかゾクゾクしてきた。これが、デスヘイムの？なんだ？デスヘイムの正気かとか思ったんですけど、本当にまがまがしい。何これ、ミノタウロス、ちょっと、おお、ヒロト、久しぶり、どうした。あれはミノタウロスではないか。ミノタウロスも人は久しぶりだな。それも戦った時よりもずっと力を増している。そうなの？てか、なぜ急にヒロト出てきた？あの攻撃を受けたらちょっとまずそうだ。注意してくれよ、神様。あー、なんだろう。わかったぞ。英雄がアドバイスしてくれるんだ。わかった、頑張る。よう、ミノタウロス、久しぶりじゃん。君、話してたんだよ、君の話。危ない。そうそう。あいつどうしてっかな、最近、みたいな。してたんだよ。何してんだろうな、みたいなね。弟子に会ったぞ。ボコボコにしといた。危ないったら、嵐ね。強いのか、これ。本当に強くなってる？好きだらけなんだけど。あ、神が強くなったのか。ね。そういうのがあるかもしれない。神の方が強くなったみたいな。ほら。チャンス。はい、はい、はい。神レンゲ。神レンゲをやって、表神レンゲをやっといて、危ない。ちょっと、よいしょ、はいはいはい。連撃を連撃と言っちゃっている。倒したピノタウロス。はい、森へ帰れ。ふー、ってこと、おーっと。魔力結晶落としましたね。うん。ちょっと、
なんだどこ、ん右に進むのかな。ちょ、なんだ、なんだ、なんだ、ウルフ・ゼッペリン。おー、ダニエラさん。君は、しょっちゅう会ってるね。まさかウルフ・ゼッペリン、なんて邪悪な魔力。大丈夫、私はもう恐れたりしない。あの者が二度と目覚めることもないよ。神よ、今こそ鉄よ。かしこまりです。ウルフ・ゼッペリン、待って。そういう状態のウルフ・ゼッペリンなんだ。なんか人間でしたよね。はじめ、ちょっと待って。神のピンチだ。神のピンチ。危ない。休憩なしか？危ない。しかも追い詰めてきた。ちょっと、まあ、ワオーンじゃないんだよ。ワオーン、お支払いが完了したのか。危ない、蹴られた。はいはいはい。ガリ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 と、ガリガリ行こう。ガリ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 。危ない。回復回復回復。はい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 。ウルフセッピが刺激だな。くわら、君も森へ帰るんだ。森が待ってるぞ、君を。いやー、二人森に帰したな。これ、レンチャンだな、これ。レンチャンであるんだな。で、神のギアだんだん上げていくっていうパターンだな。はいはい。ってことは、あと、なんか4、5戦ありそうですね。君か！もう、アロンゾー。なんとかしてよ。ああ、あんな大物復活させちゃうなんてありとか言ってますね。相変わらず軽いノリだな、君は。やれやれ、せっかく成敗したってのに、サタンも余計なことしてくれるよ。あ、サタンのせいなのね、これね。うん。で、神様は今回もあいつをやっつけてくれるんだよな。期待してるぜ。お前ってやつは。まったく。しちゃうよ。こいつらめ。よいしょ、よいしょ。ほい。いたいたいた。こいつもダメージ判定がボディにあるんで危ない。避けていて。ちょ、落ち着け、落ち着け。サタン、サタンじゃない、サタンじゃない。神様、落ち着け。なんで敵の名前を言ったの今。危ないって。ちょっと、こうしといて避けといて。あれ、こんな、あ、そうそう、スピンあったんです、そういえばね。来るんですよね。あ、もう危ない。水が、おお、でっかい、巨大化もあった。そう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 。待って、魔法が使えない、もう。地味に切っていくしかないの。もっとこう、なんだろう。最後の戦いなんだよね、これね。なので、こいつめ。あー、そのレーザーもあったよね。レーザーバトルみたいなのもしたよね、確かね。うん。魔法と魔法のぶつかり合いだ、みたいなこと言ったよね。倒したぞ、こいつも。ファラオ、なんだ、真っ白だ。オーパーツめ。宇宙へ帰れ。あ、体力回復、ありがとう、オーパーツ。オーパーツが今、禁断の果物をくれましたね。食べて大丈夫？危ない、肝来たか。ミグラナさん。よもや再びあの炎の愛まみえることになろうとはって言ってましたね。ちょっとごめん、ミグラナさん。あんまうまく読めなかった。今のあやつが野に放たれれば、大陸のすべての町が焼き尽くされることであろうぞ。嘘、ノースウォールも？ほんと？ちょうどよくなんじゃないの？ノースウォールに関しては。我が神は分かっておるな。負けは許されるぞ。わかりました。シスタ激励。感謝。感激。神様が切っていく。ちょっと待って。すごい。すぐ終わるぞ。大丈夫やん？いいとこないぞ、君。本当に。ちょっと、低速で神を2回引いただけで終わったぞ、こいつ。はい、終わり。もう、思い出エピソードがもっとあったんだけどな。目印だったんだけどな。はい、OK です。ちょっと待って。今、魔力結晶全部取れなかったんじゃない？こっちの方に流れちゃったんじゃない？ちょっと、おぼろ車め、おぼろ車で火炎車でか、君は、シェマール、ちょっとインターバル、ロスタイムじゃなくて、こう、なんかあるじゃん。ロスタイムじゃない？なんでロスタイム？そう、ハーフタイム、そうそう、ハーフタイム欲しい。まるで悪夢のようです。あの忌まわしき魔物が、より邪悪な力を帯びて復活を遂げるとは。うん。あの大蛇は私の過ちの象徴。まだ引きずってんのか。何よりも恐ろしい過去という名の魔物です。うん、確かに、まあ、過去は引きずるよな。うん、オコジョンもね、結構引きずっちゃうタイプだからね。だからこそ私は祈りましょう。私の心をお救いくださった神の勝利のために祈っといて。あと僕の過ちにもうちょっと忘れさせて。ちょっと、はい、はい、倒す。はい、倒す。カーリアもしっかり切っていきましょう。こいつらめとやっといて。これ、ほんまいっちゃうぞ、ちょっと。カーリア？カーリアさん。ね。あの、右足を必要に切られてますけど気づいてます？終わっちゃった、ほら終わっちゃった。痛い。なんやかんや。倒しましたね。さて、お次は誰だ？あ、ゾウがなくなってる。あ、お次は、お彼が来る。痛い。ちょっと、いきなりまだ始まってないぞ。フロート。あ、タヤちゃん。あんなのフロートじゃない。フロートの心感じないよ。あ、そうなの？サタンの魔力が動かしている人形みたいなもの。あ、人形たちだったんだね。
フロトの姿、こんな風に使うなんて絶対許せない。神様負けないで。いや、負けませんよ。フロトじゃないならね、全然、なんだろう。遠慮なんかしないですよ、神様。と言ってる間にフィール。ね。方位かわす。ちょっと待って、空中の敵が多いなぁ。やりづらいんだよ。ほう、フロト。フロトじゃないやつ。どっちだ？わかんない。なんて呼べばいいんだろう。偽フロト。危ない。そいつの背後を必要に切っていきましょうか。背後に回り込んでね。はいはい。ちょっと待って、体当たり来る、体当たり。危ない危ない。危ない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 。ちょっと一回回復回復。危ないって。ちょっと、すごいダメージだ。はいはいはい。よいしょ。こっちに回り込む。こっちに回り込もう、カマ。そう、カマ。カマって、カマって何？カマって。カマって。ちょっと、米炊くんじゃないんだから。危ない、どっちだ？何してんの？危ないビーム！危ないビーム！危な！ちょっと画面外から、こんなんあった？あいつ力つけやがったか。危ない。よし、これのまんま倒す。はい、オッケー。ふぅ。ああ、もう本当にハーフタイム欲しいな。はい、オッケーです。ああ、ありがとう。ニセフロト。優しかったですね。神のギアもトップに入りました。横丁様、感じますか？あなたの力がかつてないほど、かつてなく高まっていること。そうなの？まあ、確かにこう、なんだろう。テンションはすごいよ。地上すべての町が、民が、あなたの英雄たちが、みな、あなたの勝利を信じて祈ってますよ。ありがとう、みんな。そしてもちろん、この僕も必ず勝てるって信じています。ということはいよいよサタンが出てくるのかな？さあ、お子ちゃん様、行きましょう。どこに行く？今こそサタンを倒す時です。そう、お子ちゃん成長したんですよ。倒すって字読めるようになったんです。勝手に進んでいる。すごい、霧がすごいな。なんだ、でかい顔だ。この顔がサタンなの？お、星屑の魔法使ってんぞ。サタン、こいつ、しばらくぶりだな。あの時のあれ忘れねえぞ、こいつ。倒していけ。危ない。ちょっと待ってね。はいはい。なんだろう、ビームかな。笑ってんな。笑ってたら勝てないぞ、神様には。ちょっと降りて勝負しろ。降りて。危ない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 。はい、最高。はい、はい、最高。最高の受け方。それはもう効かないよ。うん。お、すごい、神。避けながら攻撃してる。始めましての攻撃を。もう、もらったな、これ。ほら。絶対勝ったぞ。神に勝つぞ。ほんと、神勝つぞ。勝ち確だ。おい、倒した。こいつ。おっとっと、なんだ、眩しい眩しい。見えない。なんだ、眩しいよ。倒したよ。ほら、爆発してるもん。何こう、真の姿か。まあ、あれで終わるとは思ってないけど、痛いって。はい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 。でも背中がらきだな。うん。おい、ちょっと、間抜けか、ドジコか、サタンも、僕と一緒で。はい、避ける、かわしていく。もう避けてるか避けないかないかわからない。危ないって。結局はご利用しか、最終的に。消えるな、よく。逃げるな。恐れをなしてるんだな。分かったよ。サタン、君の魂も救ってあげよう。なんなら僕は神だからね。うん。さあ、粛清の時だ。サタン、君も、こいつ闇へ帰りなさい。地獄に落ちろ。また、地獄じゃダメだ。地獄は、サタンの家みたいなもんだ。うん。家に帰れって言ってるようなもんだ。うん。って言ってるうちに勝ちましたね。いやー、なしたなー。うお、空も晴れた。いやー、なんか急に恥ずかしくなってきたなぁ。賢者タイムだ。なんか、のたち回ってましたね、おじさんが。いやー、これの空のように今、すがすがしいですよ。と、同時に気恥ずかしいですよ。うん。オージョン様、本当にお疲れ様でした。これで僕たちの役目はすべて終わったわけですね。そうか。随分と苦労しただけあって、人々が僕たちの手を離れていってしまうのがちょっと残念です。何、離れていっちゃうの？一緒にみんなで暮らすんじゃないの？では大きくなった街をもう一度ゆっくり眺めてみることにしましょうか。凱旋か？うわー、感慨深いなぁ。ここはフィルモア。人々は森を開拓して大きな町を作り上げました。ここには予知能力を持った男がいましたっけ？予知能力を持った男いたっけ？本当？
彼はその力でフィルモを救い死んでいきました。あー、そっか。いましたね、そういえば。ごめん、忘れちゃってた。いたわ。自分がもうじき死ぬこともきっとしていたんでしょうね。なんか、村人がね、一人いなくなっちゃいましたよね。人間は生まれた時から運命という名の糸に繋がれています。急に真面目な話をしないで、天使。人はそれを知らないからこそ、毎日を一生懸命生きられるんです。なるほどな。うん。そうだよね。うん。運命を黙って受け入れたあの男はたとえ英雄でなくても優れた人間だったのだと思いませんか？思います。しかも僕忘れててごめんね。うん、すみません。もちろん英雄として運命を正面から受け入れたあのフィロとこそ忘れてはいけませんよって言ってますね。まともに名前を呼んであげられなくてごめんね。うん、フィロトっすね。うん、ずっとヒロトってね、日本語名で呼んでました僕は。神に対する良い慣れ慣れしい態度は結局改まることはありませんでしたが、ヒロトからは神へのまっすぐな信頼が感じられますよ。いい笑顔だよね。ごめんね、ずっと呼んでなかったよね、ヒロトに関しては。戦いもね、タワーディフェンスバトルでしたっけ。でブラッドプールか。ここはブラッドプール、湖が青くなってしまった今こう呼ぶのはちょっと変ですけれども、そう、元は赤かったんですよね。おお、テデー。ここにはテデーという活発な男の子がいましたよね。いましたね、女たらしいね。お嬢様は、僕は人間をみんな平等に見なくちゃいけないんですけど。はいはい、そうなんですよ。でもね、彼特別しちゃいましたからね。あの子みたいに目立つとどうしても贔屓してしまうものです。ダニエラも最初はあの子にだけ心を開いたんでしたっけ。そうね、そうそう。あの二人の仲の良い様子を見ていると、なんだか微笑ましい気持ちでいっぱいになりますよ。天使はそうなんですか。僕はなんかムカムカイライラ。まあ、あと、なんだろうな。スンとしちゃうな。ふーんって感じになっちゃうけど。まあいいでしょうよ。ね。で、次はカサンドラかな。ここは砂漠の町カサンドラ。とは言っても今では砂漠というほど砂地は残っていませんが、開拓したんですよね。人間たちの開拓はこの不毛の砂の上でも成し遂げられました。全く大したものですね。いや、本当そうですよ。人間の生命力ね、活力というのかな、生きようとする力、素晴らしい。それだけでも大変だったというのに、神の力を削ごうとする敵まで現れて、実に厄介な土地でしたよ。そうね、なんかピラミッドの中から呪いが漏れてね、みんなやる気なくなっちゃったんですよね。この時に住民たちの心を神のもとへと引き戻したのが、神を信じないはずのアロンゾでしたよね。そうそう、神様を信じないって言ってたんですよね、初めアロンゾはね。この生意気ボーイ。ボホヒって、うん。まあ、同じ年ぐらいかな。まあ、僕にはもう分かっていますよ。ひねくり屋の口が何と言おうと、あいつ自身は神を尊敬しているってことがね。そうなの？ちょっと、小恥ずかしいなぁ。うん。で、お次が、ここは火山の麓とアイトス。そうね、溶岩が降り注ぐ中、必死に家を建てていく人々に僕は感動しました。ここにはオコジョン様に、見取られて死んでいった民がいました。そうね、そういたね。そういえばミグラナさんを救うためでしたっけ。彼は実に献身的な人間でしたね。命を張ってこの地に生きる民とミグラナの心を救おうとしたんですから。そうなんですよ、うん、ね、ミグラナを救うためにちょっとね、命を落として、それがその、なんだろうな、この地を救ったってことなんだよね。ミグラナはあれから毎晩彼のために祈りを捧げているんですよ。そうなんだ、ちょっとまたな、思い出しちゃうな、英雄になってからは神エモです。全く義理がたいやつですよ、ミグラナさん。君もね、本当にタワーディフェンスでお世話になりました。うん、そして次は、ここね、はいはいはい、ここは密林のマラナ。この狭い敷地によくもまあこれだけの家を作ったものです。よくもまあって言い方よ、最後まで。お家の民が全員異教に心を奪われてしまった時、少しだけ残念に思いましたけれど、そうね、ちょっと寂しかったよね。うん、人は辛い時、それに耐えられず楽な方へと流されてしまうことがあるな。僕みたいにね、うん、しょっちゅうあるな。
僕は自分の弱い、面を見て改めて彼らを正しい道へと導かなくてはと感じましたよ。そう、なんでこんな絵で あったかこんなの。かっこつけてんな、シェマール。それにはシェマールのような神と人との間に入るものの存在も必要なんでしょうね。なんか行き着かないな。かっけえな。悔しいですが、あいつの言葉は人間たちによく響くようですから。カリスマ性ね。あー、そんでお次は、そう、ここね。ここは最果てのノースウォール。こんな場所に人々を住まわせるのはちょっとかわいそうでしたが、とは言ってもね、やっぱ人間はね、すごいですよ。それでも彼らは見事にこの地の困難を克服してくれました。そう、除雪作業から始めてね、家を建ててましたよね。そういえば僕にはちょっと気になってることがあるんです。何？タイヤはかつて幼い頃人間たちに迫害されたと言っていましたけれども、言ってましたね。そういえばね、石を投げられたって言ってました。神が人を住まわせるまでの長い間、この地に人間はいなかったはず。ああ、そうか。実はタイヤって見た目ほど幼くないのかも。嘘！そうなの？え、もしかしてこのでっかい右側の木と同じぐらいの年みたいな？あの子についてはまだわからないことは多いみたいですね。ちょっとなんか、怖いな。こうしてみるとオコジョンさんも苦労しましたが、それ以上に人間たちも大変だったんですね。まあそうね。まあでも大変だったけども、良き思い出みたいなところがもうありますね。オコジョンさんはちょっと人々の神殿の中を覗いてみませんか？行くかい？行っちゃうかい？ねえ。どうした？誰もいねえぞ。誰もいませんね。以前ならここで人間たちが神様といろんなことを訴えかけてきたのに。はい。町が大きくなるにつれて僕らはこんな風にだんだん忘れられていくんでしょうかね。でも人間たちにとって神が必要でない時、神のことを忘れている時が一番幸せな時なのかも。人間たちが幸せだったら、まあそれでいいのかもしれません。ね、お子様。それならば僕らは。今後、彼らがお子様の力を必要とする時が永遠に来ないことを祈りましょうか。そうね。そうしようか、天使。はい、お疲れ様でございます。エンディングでございます。ありがとうございます。いやー、本当にやりきりました。うわー、なんと込み上げてくるものがすごいありますね。ちょっと軽くじゃないですけど、ちょっとね、言いたいこといっぱいあるんですけれども、かいつまんでちょっと動画の感想をね、言いたいと思います。はい、まずね、すごく面白かった。本当にもうね、なんだろうな、すごい長い時間をかけてしまったんですけれども、本当はもっとやりたくてね、やりたかったんですけれども、まあリアルが忙しいと言いますか、神にもね、仕事がございましてね、別のね、仕事がございまして、こっちの仕事をなかなかできなかったんですけれども、いや、どうしてもやりたかった時がね、いっぱいあったんですけど、細かく刻んでね、やったんですよ。ね、で、本当にすごい。ちょっと待って、今僕エンディングを、感想を、天使どうしたの、言わせねえよみたいな。え、サタンもいなくなったことですし、地上は実に平和ですね。はい。え、人間たちを守るため、さらなる力が欲しい。は？オコジョン様、そうは言ってもですよ。僕言ってないよ、そんなこと。感想を言いたいよって言っただけだよ。これまでの地域ではもうこれ以上ないくらい人間たちの信仰心は高まりきってしまっていますし、
他に新たに開拓できそうなところもこの大陸にはもう。あ、そうだ、別の大陸で良ければまあ誰もいない土地があったはずですよ。確かにこうしていても退屈ですし、ちょっと見に行ってみましょうか。ちょっと終わったねーなんて話してたのに別の大陸があるんですか。行ってるよ自動で。何どこ、あれこれってなんデスなんたらみたいなところじゃない。ワープした、ワープ機能があったの、そのデスヘイムでしたっけ。なんだここは。ここが新しい土地、アルカネオ、ん？アルカレオネ、言いすぎや、言いやすい、言いづらい、何？言いづらい。ほら見てください、雄大な自然で満たされた、肥沃な、肥沃でいいのかな、大地を、もう。それにここには魔物もいないんです。あ、そうなんだ。サタンの魔王手から完全に逃れることもできた。真の秘境と言っていいでしょうね。そうなんですね。これほど条件の整った土地がなぜこれまで放置されてきたのかは気になるところですが。はあ。まあ今はそんなことどうでもいいですね。すごい楽観的、もうこいつ。さあ早速ここにも人間たちを住まわせましょう。え？この地が発展すれば牧場様は聞いてより強い力を得ることができますよ。僕もそんな力を求めてないよ。天使、笑ってるけど。行くの？始まっちゃったよ。人の気も知らないで。狼をこの美しきアルカレオネ山本でイズライに我々を住まわせてくださったことに感謝いたします。これより我々はこの平和な地を開拓し素晴らしい町を作り上げていきます。神を我々をお見守りください。始まった始まってしまったか。